俺の名前は佐々木大和、19歳。今は家業を継いで修行中だが、人付き合いが面倒な俺は高校じゃ喧嘩ばかりだった。売られた喧嘩は全部買って平穏を手に入れていたのだ。しかし休みの日は暇だ。こんなことならダチの一人でも。あ、いいじゃんいいじゃん、俺らと遊ぼうぜ。あんな美人この町にいたか。まあ何せよ。ない、どう見たって嫌がってんだろ。たく、男として恥ずかしくねえのか。お前は眠れる狂犬ヤマトか。すんませんした。そのダサい意味をやめろよな。じゃ気をつけろよお嬢ちゃん。待って、変にお礼されるパターンか。正直ちょっと面倒。庶民のくせになかなかやるわね。庶民？気に入ったわ。お礼にデートしてあげる。なんか思ってたのと違うけど。断る。女には興味ねえからよ。この私とのデートよ。スエゼン食わぬは男の恥よ。悪い、俺頭はよくねえんだ。スウェーデンがなんだって。スウェーデンよ。たく、そんなことも知らない庶民が私の誘いを断るなんて、こんなこと初めて。マジでこいつ何者なんだよ。お嬢様、カレーお嬢様。屋敷にいないと思ったら久々の日本を感じてたのよ。それに私ももう19よ。そうですが。で、貴様は何者だ。ああ、先に名乗るのが礼儀だろうが。な、じいや落ち着いて。この人は助けてくれたの。これは失礼いたしました。でもそうね、自己紹介がまだだったわね。じいや、いつもの。はっ、私の名前は高野カレン、かの有名な高野貿易の一人娘よ。なんか始まったぞ。高野貿易はヨーロッパと日本を古くからつないでいる大企業。そして旦那様はカレンお嬢様が5歳の頃にヨーロッパへ完全移住。でも最近一人で帰国したのよ。ああ、確か近くにでっけえ屋敷があるって聞いたことが。その目的はズバリ、この日本で結婚相手を探すこと。今も世界各国から婚姻の申し出はありますが、昔から日本人と結婚したいと。ちょっとそこまで言わなくていい。それに私一人で探せるから。ですがヨーロッパに残る旦那様に護衛を。あーい、寸劇はもう終わりか。ええ、さて次はあなたのことを。佐々木大和、19歳。親父はしがない庭師で俺は修行中。苦手なことは頭を使うこと、好きなのがラーメンと寝ること、以上。あ、ちょっと、私はお嬢様だって分かったでしょ。だからデートに。金持ちだかなんだか知らねえけど、なんで言いなりにならねえといけねえんだ。あ、じゃあな。30分後。おお、大和おかえり。一方うちの親父は腕は確かだが庶民中の庶民か。住む世界が違うわな。新しい仕事でも見つかったか。まあよくわかんねえ金持ちの。いやなんでもねえ。明日の朝まで寝るわ。金がなんだって。なんかめんどくさいこと言い出しそうだし黙っとくか。ところが翌朝、やけに上機嫌で親父に叩き起こされた。何でも新しいでかい仕事が舞い込んだとかで。ほれここだ、ね、おいまさかここって。いらっしゃい。お前は昨日のデートがダメなら仕事を頼めばいいじゃない。ここまでするか。親父はやる気満々だし。ま、どうしても嫌なら断ってもいいけど、私としてもこんな下町の不良庭師に任せるのは。いや、やるよ。仕事は仕事だからな。で何をやればいいんだ。3ヶ月後に私の20歳を祝うパーティーがあるの。お父様はもちろん世界中から大金持ちが集まるから恥ずかしくない庭にしなさい。もし半端な仕事したらたんまり報酬用意して待ってね。不良庭師の技見せてやるよ。こうして俺は可憐お嬢様とやらが住む庭の整備を任された。しかし大豪邸な上になかなかの荒れ具合。でかい仕事でプライドのためにも腕が鳴るが。あのさ、んな見られてたら集中できねえんだけど。何よ、サボってないか監視してるだけだから。えらく信用されてねえんだな。当たり前じゃない。あんたみたいな素行の悪そうな不良、簡単に信用できないわ。頼んだのはそっちだろうが。ったくマジで可愛くねえやつだ。しかしなんでこんな俺にこだわるんだ。それで何かその足りないものとかないの？まあハサミとか結構古くなってきてるが、でもそんなの。じいや、すべて揃えて。なっえ何でも好きなものを使って。何でも欲しいもんが手に入る人生で初めて俺がなびかなかったから意地になってんだな。別にあれだから、失敗でもされたら困るし。はいはい、ありがたく使わせてもらうよ。ま、そのうち飽きるだろうし、ちゃちゃっと仕事を終わらせるかと思ってたが、毎日毎日飽きもせず見てやがる。なあ、見てるくらいなら手伝ってくれよな。いいわよ。いや冗談だって。うるさい、これくらい私にだって。あんなドレスで登ったら。お嬢様。たく言わんこっちゃねえ。怪我してねえだろうな。って心配しても嫌み言うだけか。ありがとう。こいつこんな表情って何考えてんだ俺は。こんな高飛車なやつに。助けてくれた俺に夕食でもご馳走してあげる。俺が好きだなお前は。なかなかやりおるな。うますぎる。おいヤマト、食ってみな、ぶっ飛ぶぞ。我が高野家は代々世界から腕利きのシェフを揃えてるからね。ほらヤマトも食べてみなさいよ。いや俺はいいよ。ちょっとどこに。行きつけのラーメン屋だよ。俺の分は親父にあげてくれ。じゃあまた明日。ったく親父のやつ恥ずかしくねえのかよ。別にあのお嬢様に悪気があるとは思わねえけど、なんか素直に受け取れねえっつうか。なあ、もう頭使うのめんどくせえ。さっさといつもの。まだ行かないの？早く連れて行ってよ。ご馳走を断るほどのラーメン屋さんにね。いつの間に。ほら早く、じいやに見つかる前に。分かったよ。その代わり文句言うんじゃねえぞ。なあヤマト、久しぶりあるよ。なあおらさん、いつもの2つね。ちょっとこれはどうよ。なあこの人はラーさん、生まれは中国だが日本が大好きらしくてな。日本大好きある。中国に住む日本人みんな友達ね。そうじゃなくて、こんな路上にご馳走があるわけ。ま、食ったらわかるって。はあ、何このおいしさ、止まらないだろ。意外に分かってんじゃん。そうだ、うちの専属料理人にならない。私はもう十分いい時間を過ごしてある。だって。カレンお嬢様、どこですか。お迎えだぜ。もうおとなしくうちに。やだ、ほらこっち。じゃあおい、一体何の真似を。こういうの憧れてたからちょっと付き合ってよね。いやいや俺の立場が。昔からね、お父様やじいやには感謝してるけど、自由だけは手に入らないっていうかさ。でもそうね、あなたを巻き込むのは。行くぞ。何が自由かなんて俺には分かんねえけどよ。俺は不良だ。やりたいことをやる。あのケトラはしっかり捕まっとけよ、可憐お嬢様よ。またんかこの不良にはしめ。つってもこのケトラ法定速度しか出ねえんだけど。ま、楽しそうだしいいか。そんな慌ただしくもどこか楽しい3ヶ月はあっという間に過ぎていき、なかなかやるじゃない。これならお父様も喜ぶわ。これが下町の庭師の実力だってことだな。でもなんか寂しいよな。そうだ、ヤマトも明日のパーティー来たら？はあ？私の綺麗なドレス姿見せてあげてもよくってよ。んなの興味ねえっつーの。ほら親父帰るぞ。何考えてんだ俺は。だから調子狂うな。でももうこれで関係は終わりのはずだったのによ。まさか忘れ物するとは。まあせっかく行くしちょっとは祝ってやっても。あ、すっげえ、見たらわかる高い車ばっかりじゃねえか。これお嬢様、どうかこの私と婚姻を。いや私の方が財産が。なるほど、誕生日パーティーつっても実際は婚約者を決める場だってわけか。確かに金持ちばっかりだがどいつもこいつも弱そうだな。これなら俺の方が。はじめましてカレンさん、私の名前は超ハイスペック日系の中国人ですが、あなたに会うため中国での仕事を止めてきました。なんだあの男、他のやつとオーラが違う。中国国内じゃ知る人ぞ知る若手投資家。叶わない。高野家と我が家が家族になれば日本とヨーロッパ中国がつながり、さらに大きく発展するでしょう。君のような男を待っていたぞ。これまで中国は範囲外だったが興味はあったんだ。そして他の男とは違うオーラがある。気に入った、カレンこの男にしよう。ありがたき幸せ。では婚姻までの間親睦を深めるためにもこの屋敷に住まわせて。ない、ちょっと待て。誰だ貴様。庶民が紛れ込んでいるぞ。ヤマト。やばい、つい体が勝手に。ああ、その目詳しいことは分かりませんが一つ忠告しておきましょう。彼女の幸せを考えなさい。何やってるの、ヤマトならそんなやつらすぐに。いや邪魔をしてすまなかった。おとなしく帰るよ。カレン、そのドレス似合ってるぜ。そんな。あの男の言う通り俺とカレンじゃ住む世界が違う。何、あの男がこの庭を。その後俺は邪魔したのを謝りもう関わらないと約束したのだが、カレンの父は庭を気に入ったらしく専属庭師になってくれと頼まれた。もちろん家業的に断るわけもなく承諾したが、これまでの日々とは一変。なんせカレンがあの男と共に暮らすのを間近で見ることになるのだから。確かに中国じゃ有名らしいなあの男は。しかも優しくて人格者だと。って何を荒探ししてんだか。カレンはすっかり受け入れてるってのに。せめて幸せを祈ってやらないと。あら、ヤマトったら私が見てないとすぐサボるのね。びっくりした。情けない声出しちゃって。うるせえ。てかこんなとこで何してんだよ。実はヤマトにちょっとお願いが。カレンさん、こっち。どうせあいつに聞かれたくねえことなんだろ。ね、その。ほら早く言わねえと。おや、こんなところに。婚姻式は明日ですよ、準備をしないと。ごめんなさい、ちょっと外の空気が。そうか、もう明日か。てか余計なことをしちまったよな。でもお願いって一体。数時間後。なあ、考えてもわかんねえっての。そういう時はラーメンに限るあれよ。だよな。たくうじうじ悩むなんて俺らしくも。はい、いつものラーメン2つね。え、カレン、なんでここに？この前助けてくれたお礼よ。それにどうしてもここのラーメンが食べたかったから。まさかあのお願いってこれのことか？ええ、あの人に言ったら絶対止められるだろうし、最後になるかもしれないから。最後か。だからほら、伸びる前に食べよね。おう。やっぱりここのラーメンは世界一。お父様にも食べてほしいくらい。あのさ、今更かもしれないけどダメじゃないですか。私の妻がこんなボロっちい場所にいては下品な匂いだ。帰りますよ。ちょっと待て、せめて食い終わってからで。おい、私は中国を代表する富豪張家の一人息子だぞ。口の利き方に気をつけろ。でもそんなに気になるなら明日の婚姻式に来るかい？庭の隅っこからなら見させてやる。そんなのいけるわけねえっての。ヤマト、まだ開店前あるよ。すまん、ラーさん、こんな時こそ食べたくなってな。気持ちわかるね。でも気にせず出てくれよ。シェシェニハオ。シェシェだ。中国語休養か。うん、ヤマト、車貸してほしいある。いいけどどこ行くんだ？とびっきりの出前あれよ。カレンさん、本当にこの日を心待ちにしていました。これで僕たちは家族に。待て、何者だ？おい、何の騒ぎだ？お待たせある。出前のお届けあれよ。なあ、んなの頼んでねえぞ。確かに頼まれたらしいぜ。中国にいるあんたの双子の弟にな。兄さんかい？僕が入院したのを利用して日本でとんでもないことをしてるとは。昨日おかしい思ったね。それに長家には出来損ないの兄がいるって噂もあるよ。なんでもこの弟さんラーさんの作るラーメンのファンらしくてな。下品な野郎にはわからねえらしいが。それは本当かね？お父様、こんなわけのわからない男の話を信じるのですか？なあ、だってラーさんは私が日本にいた時の専属料理人だからな。また会えて食えあれよ。そうなの？これもヤマトが再会させてくれたおかげあれね。乗っ取る計画が台無しだ。食うなら無理にでも。やめとけ。カレンはてめえが手に入れられる女じゃねえ。調子に乗りやがって。おい、何してる？さっさとこいつを拘束しろ。今すぐって。おい、なんで俺を拘束してんだよ。お嬢様はきっと高野家のことを考えてこの男と結婚することを受け入れた。だから私たちもそれに従った。ただお嬢様の笑顔が一番輝いていたのはあなたといた時だけです。じいさん。なあカレン、言ったよな、俺は不良だって。だから欲しいものは手に入れるし手に入れてきた。でもそれはカレンも一緒だよな。うん、だから最初はヤマトにただ意地になってた。でも気がついたら手に入らなくてもいいって思えるくらい好きになってたの。安心しな、俺はもうお前のものだ。ただお前も俺のものだ。だから一生幸せにする。いいな。もう二度と離さないでね。お前も離れんじゃねえぞ。当たり前じゃない、大好きだもん。かわいいやつめ。その後あの大詐欺師野郎は完全に追放され、中国に帰ると弟に訴えられ、この世界から居場所はなくなったらしい。一方でカレンの親父さんはヨーロッパに戻り、屋敷はカレンに託された。そして数年が経った今もなお俺はその屋敷にいる。親父、ちょっと休憩しようぜ。ったく、相変わらずでけえ家だな、ほんと。あ、またサボってる。あ、今は休憩中で。冗談だって。ゆっくり休んでね、あなた。おう、差し入れのラーメンあれよ。もちろん今も専属の庭師としてここで働いている。愛する妻と家族が住むには狭いくらいのこの家で。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も